橋本チャンネル始まりました。はい、橋本里奈です。暑いですね、今日真夏ですね、今日は8月の11日ということで、お盆休みらしいですね。はい、お盆休みまでに海行かないとクラゲとか出るじゃないですか。はい、行けんかったな。海行ってないですか？まあ仕事ではね、行ってますけどね、プライベートでは海行ってないですね。プライベートで海に橋本さんいたら、うわってなるでしょ。ならんよ。ならんならん。逆に紛れるんじゃない？水着の人いっぱいいるから。そんなことないでしょ。行きたかったですね。プールとか、花火とか。ちっちゃい子には良くないんで、すいません。なことない。いやいや、最近お忙しくされてるじゃないですか。今舞台の稽古がありますね、毎日8月は、はい、秋葉メイド戦争なにわ食い倒れ競争曲っていう舞台です。舞台女優としてのお仕事もあるということで、もともとアニメでそれの実写化のいわゆる 2.5 次元って言われる舞台を9月にやるんですけど、それのシーポンっていう役ですね。はい、ギャル。はい、ギャルすぎん？ギャルなの。もうウィッグからカラコンからメイクから全部シーポンに寄せて作ってもらってシーポンになってます、今は。へー、うん、割と毎日こう朝から晩まで稽古があって、まあその合間に個人の仕事とかもあるんで結構忙しく過ごしてます。いいですね。鳥居美樹さんもいらっしゃいます。いる。すっごい上手。あ、ものすっごいすごい上手、びっくりしました。でもやられてるみたいですね。あ、ずっと舞台。へえー、そうなんすか。私舞台っていうものを東京でできてやってなくて、なんかその大阪おる時に子供ミュージカルみたいな、子供だけで作るミュージカルみたいなのは出たことあったけど、大人になって出てないから、まずじゃあはい、じゃあ台本を読み合わせしますっていう顔合わせの初日みたいなのに5分前ぐらい着いたんですよ。もう汗だくの5分前着いたら50人60人ぐらいかな、大人とかもみんないて、広い会議室みたいなところでこう机とかテーブルこうわーって並んでてシーンってしてんねん。もうリナ待ちよ。最悪やん。うん、思った。最悪、来んの遅っと思ってさ、自分に。でも集合時間のでも5分前。ああ、まあまあまあ。で、あ、でもそうっつって入って、そしたらなんかみんな座って、みんなもうボソボソこう読み合わせ始まるから台本みたいな読んでて、でやばと思って、あ、お願いしますって言って、そこで台本もらって、橋本さんこちらですって椅子あって座ったらもう始まるみたいな。はい、うわ、ちょっと調子乗ってると思われてそうみたいな、あ、思って。確かに。パッて見たらリナ以外全員マスクしてた。もうやってもうてるやんとか思って。やってもう、すぐにマスク持って。持ってない。あ、持ってない。まあ、うん、もうね、外していいというか。うん、OK なんやけど、まあなんか、ね、やっぱ舞台ってそうなのかもしれない。一人がこうね、体調崩すとみんな体調崩しちゃうから、当たり前のルールみたいなのが、舞台やってなさすぎて分かってないって感じです、多分私自体が。で、じゃあ始めますって言って、読み合わせ始まってんけど、やっぱ舞台やってる人って、そのドラマとかとは違ってさ、声量もすごいしさ、なんかやっぱ勢いが違うというかさ、テンポもめっちゃ速いしさ、すごいなんか焦りましたね。なんかでもそのスイッチの入り方が、その5分じゃ無理やって、自分がこう、あっつーとか思って、つーとか、なんか汗きしとかやりながら、ついわーとか思ったけど、なんかもう集中してないの自分だけやし、もうただただギャル来たやんってぐらいの感じやって。まあシーポンですね、それが。うん、でもまあそっから舞台始まったら皆さんすっごい優しいですし、結構なんかこう話しかけてくれたりとか。今はあと台本覚えるスピードがありえなくみんな速くて、どんぐらいで入れてくるかわからんから、みんなが。でも自分が台本持ってて、なんかこうやって紙折ってたらテンポ悪いやろなと思って覚えてはいったんですけど、そしたらみんなもすごいメインのすごいセリフ多い人たちも覚えてて、すごいなと思いましたね。でもこの座組自体セリフ覚えるのがもう台本話すの早すぎるってみんなおっしゃってたんで、はいはい、それこそ鳥居美樹さんもまだ全く台本入れてないんだよねって言ってたけど、完璧にセリフおっしゃってたんで、プロやな。うん、でもうすごって思いました。秋葉メイド戦争っていうぐらいなんでアクションとかあるんですよ、戦ったりとか。だから台本持ってたら実際やりにくいというか。アクションあるんですか？あります。あ、じゃあポロリもないよ。そんな服ちゃうねん、メイド服やから。ああ、そうかそうか。
初舞台ですよね。うん、がっつりでっかい、結構大きいですもんね。9月6日から8日まで5日間かで、2公演が3回ぐらいあるのかな確か。銀座の、博品館で行います。すごい。なんか前の方のチケットちょっと高いんですけど、結構すぐ売り切れてましたね。とか多分千秋楽土日とかは最初に出されてた抽選の数とかはもう上回ってて、抽選外れた人もいるみたいなんですけど、今この収録時点は一般チケットが出たところって感じです。なるほどですね、はい。多分平日の夜とかが席は取りやすいんじゃないですか。そうですね、基本的に仕事の人が多いから土日の方が多分早いですね。いや楽しみですね。結構セリフ量あるんですか。どうなんやろう。メインキャストではありますね。大変やん。なんで出てるシーンはめっちゃ多いです。でもセリフの量がめっちゃ多いかって言われたら、そのメインの主役のお二人が話を進めていくんで、まあガヤみたいな。なんかでも、まあ、何は食い倒れ競争曲っていうぐらいから、秋葉の話なんですけど大阪が関わってくるんですよ、はい、たまたまね、はい、だから関西弁の役どころの人たちが結構多くて、私は秋葉のメイドなんで標準語なんですけど、関西弁がめっちゃ飛び交ってんのよ。なるほど。だからすっごい釣られそうになる。関西弁のイントネーションが変やったらめっちゃ気になる。わかるけど多分すっごい難しいと思います。稽古が大変やから、うん、もう舞台はもう稽古が嫌っていう人も結構多いけど、うん、舞台やってる人って最後の達成感みたいなのが気持ちよくてやめれないとか言うじゃないですか、うん、それが楽しみですね。終わった時どういう感情になってるのか。なるほどですね、うん、ほんま5日間とかね、3日間しかないのに、うん、稽古1ヶ月半さらに衣装合わせとか、うん、稼働を考えるとね、朝から晩までスケジュールは取られてるんで、お金にうるさい橋本はやっぱ気になりますよね、そういうこと。いや、ほんまにそうやと思います。だからマジでその稽古中毎日ギャラが出るわけじゃないから、はい、その仕事をうちのマネージャー堤さんはめっちゃ入れ込んでるんで、はい、合間に、はい、稼働時間がめっちゃ長い。あ、一日一日ね。そう、朝から稽古行って6時に稽古終わるとかで、その後自分は生放送行ってとかなんで、うん、だから稼働時間めっちゃ長いです。でも今はマジ楽しみやし、ファンの人もすごい楽しみにしてくれてるんで、ぜひ見に来てほしいなと思います。9月6日から10日まで銀座の博品館で行われます、秋葉メイド戦争なにわ食い倒れ競争曲、ぜひぜひ見に来ていただきたいです。こういつもと違う橋本里奈を見てもらえるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆様足をお運びください。お待ちしております、というわけでチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。以上、橋本チャンネルでした。バイバイ。